ずるいですね。ちょっと遅いのがない今更グランメゾン東京の話は。もう面白くて俺まだ俺もうど真ん中にいてさ、ずっと俺だけで美味しいもん食べた時上向いてさ、で必ず三つ星のポーズと指三つ小指から三つ出して、そうやな、いつまでできるかな。ライブでも伝わってねえしな、別にライブはやってるよ、なんか何回よくやってるよ上向くやつ、うん、一人でやってる、いいんですかグランメゾンだっていう。いや、これ10年続けば俺になってくから。確かにそうですね、グランメゾンが俺になる、グランメゾンが俺になる一体化するんす。いやめっちゃ面白かったね。キムタクがさ、キムタクがいいんすね、かっこよすぎてさ、いますよね、キムタクはかっこよくすぎ、正直キムタク、キムタクの髪型したいんでしょ、だってあ、俺ね、申し訳ないんだけど、はい、1ヶ月ちょっと髪伸ばして、あら、パーマかけてきます。あら、ついそこまで行くんすか。人生初。え、あ、人生初っすか。かけてほしい。このキムタクにしてくれって言ってグラメゾンさらに、さらに1ヶ月ベタ中のベタやで。さらに1ヶ月後よ、しかも、うん、今現在あ、グラメゾン2月8日でだいぶ遅いね。だいぶ遅いって言われてるのにさらに1ヶ月。確かに3月中旬、うん、もう俺あのキムタクになって帰ってくるからキムタクもあの髪型じゃねえかもしれないしね、うん、すごいっすね、違うと色褪せないですね、やっぱ全然。じゃあ、うん、あれ見た、もうさ、やっぱ基本的にキムタクには目がないから、俺キムタクさんが、なるほど、木村くんが出てる番組は全部見てるんですか。見るんだけど、うん、その前あのグランメゾン東京の宣伝期間に、あのリーダーの番組なんだっけ、フレンドパークにですよ、みんなで、あの、うん、グランメゾンチームで、はいはいはい、その時ちょっとショックだったんだけど、キム特番でやった、そう特番で、うん、いや木村君の、うん、結構老いがすごくて、あ、ええ、うん、もうでも木村君的にはもう前までのプランでやってんの、あ、若かった、っていうのはもう若かった頃、木村君っていうのはもう前半はうん、斜めに立って見てる、はいはいはい、でも最後の方、うん、ザッとやってきて、パパッとやっちゃうんだよね、もうパパッつって、でクリアーっつって、それがキムタクで、かっこいい、これがキムタクみたいな、キムタクで、そのプランでやってんだけど全然うまくいかないの、その日の、うん、バイクで乗せてって、お蕎麦飛んじゃうやつあるじゃん、まだやってんのてかゲーム何も変わってないんだよあの番組ひどいよあれ、ほんと倉庫のたまに引っ張り出してきて遊ぶみたいなそうやな、置いてんだろうな、いつも正月に引っ張り出してきて遊ぶサイクスゴロクみたいになってんだからすごい今懐かしかったあれ、もう意味わかんないですよね、そば意味わかんない、グラフィックももう携帯ゲームの方が今発達してるのにさめちゃめちゃポリゴンやったよなあれ、こんなゲーム誰が遊ぶんだっけ、あれまだやってた、ゲーセンどこにもないぞこれみたいな、あれまだやってんだけどさ、あれももう木村くんもさ、木村くんやったよ最初は、じゃあ誰が挑戦っつって、うん、木村さんですかっつったら違うみたいな、違うバスみたいな、あーでも最初物が変で、こう斜め、そんな変な声じゃないけど斜めでこう見てて最後の方、うん、あ、違う、最初は後ろに乗るんだ、あの、うん、蕎麦持つ方、うん、あ、そうか、そうか、そうだ、二人乗りするんだ、そうそうそう、なるほど、なるほど、で、京華やれやお、みたいな感じで京華に運転させて京華さんやらせて、やっぱ京華さん結構失敗して、あー、で、なんか、チェンジみたいな感じで、おバッて変わるんだけど、来た来た、まあ、転ぶ転ぶズドンズドンって、やだな、それで、本当になんかあのブワーってこうスピード上がってきたところでバーンってぶつかるからもう爽快さ全くなくて、でもまあ一応クリアして、さすが木村さんみたいな感じになる、でもあれはちょっとなーって俺だけ思ってて、あれ割とクリアできるゲームやったもんな、確か、でもまあまあそれは一応クリアできてるからね、でなんかいろいろやってくんだけどパーフェクトにもならず、木村拓哉がいるチームが、で最後ね、あれあるじゃん、なんか、あ、ホッケー、あ、ホッケー、はいはいはい、はい、ホッケーも、うん、結果言うと、はい、確かクリアできないで、え、本邪魔かさんな、そう、うん、それで結局勝てないのよ、うん、1位になれないの、番組対抗でやってたのに、あ、そうだ、はいはいはい、他の番組いるんだ、そう、うん、で、それで勝った人が確かコインを変えれてダーツできるってやつなんだけど、もう絶対勝てるはずなのに今までだったら勝てないで、うん、わーってなるんだけど、
そのホッケー中も木村くん、あのオウンゴールとかしちゃうんだぜ。それは見たくない。すごいよ、なんかパスみたいに出すんだけど、それがそのまま入っちゃう。チュポーン。もう本当にめぐみさん顔面蒼白よ。なんでめぐみさんがあの木村くんがみたいな。もうリーダーもう白目。リーダー白目。関口さん白髪。いや白髪だわ。それは元から白いだろう。でもあ老いなのかな、老いだなと思ったんだけど、これどうなるんだろう、ちょっとかっこ悪いのかなキムタクと思って、うん、蓋を開けてみたら、うん、もうドラマがそういうことだってじゃない、はい、木村拓哉の、はい、なんだろう、ちょっと老いてきたけどもかっこいいっていうシーンが盛りだくさん、そしてなんかど真ん中でもない木村拓哉が、はい、周りあっての一つのドラマみたいな、でおじさんみたいな扱いもされつつ、うん、でもおじさんなのにめっぱかっこいいって思わせるドラマだったから、あのプロモーション合ってたのか。はぁめちゃくちゃかっこいいのやっぱドラマで、第1話の見た初っ腹もあのキムタクダッシュ、キムタクダッシュからだっけ、借金取り中から出て、あのさ手の振りと足の速さ見た、なフランスでな四十何歩あれあの人四十六とか八もう、いやもう五十近いんじゃないでしょ、だから、はい、あんな早く走れるボナペティとか言ってな、バーンって早かったかどうか覚えてない、めっちゃ早いよ、いびっくりしょ、いや俺の走ってたシーンの方が早かった、早くないよ、俺が昔ドラマ出た一切動いてないんだこの一回警察役に抜かれたじゃんあれドラマ中追いかけてるはずのなんで使ってんだよそんなし、追いかけてるはずの警察が一回犯人を抜いてあやべえっつって、なんでその面白い漫画みたいなドリフであったその面白いコメディーで、いやいやチャップリンチャップリン映画かと無声コントかと思ったぐらいの動画追っかけてる形になっちゃうやつあったわ昔そんなドラマでしたでしょ、走り方だ、走り方で早く見えたんだ、金太くんやっぱかっこいいからということで、やっぱ俺はもうちょっとグランメゾン東京良すぎた、てかもう第何章になるの、もうキムタク何回ブレイクしてる、もう第5章目ぐらいのキムタクを見た気がしたね、あのすごい、ちょいマックもかっこいいべかっこいいべ、マックの持ち方見た、あの CM、マックの CM、 あ、マック出てましたね CM、うん、ハンバーガー、知らん、どうでしょう、このね、なんつーのダブル中指と、薬指、はい、人差し指じゃないですよ、中指と薬指の間にハンバーガー挟んでいや、それちょっとどういうこと、やりすぎないですか、ほんとにそれで、ハンバーガーも、あれね、一応髪は全部剥いてあって、あ、バーガーだけ、バーガーだけで、中指と薬指の間にハンバーガー挟んでこうやって食べてる、マジ何それ、そんな食い方しましたっけ、うん、すごく食いにくいじゃん、かっこいいでしょ、かっこ悪くない、かっこいいのかな、かっけえから、キムタク食いっすよ、いやもう俺やってっからね無理してマック行ってっから、無理してマック行って無理してマック行ってこの食べ方して張り合いたいから、そうちょっと落としちゃったりして、握力もとないですよ、ね、後半食いにくいなとか思いながら、ここどうやって食べるんだろうか、この指の形にハンバーガー残っちゃったりしてその食い方かっこいいよ、だからまあちょっと俺はこの35歳にしてキムタクの髪型に近づいていこうとしてるんだ、ちょっとしてきます、すごい、ちょっと楽しみだな、それでもしかもあと1ヶ月後1ヶ月、グラメゾン、グラメゾン終了実に4ヶ月後ぐらいにやっとそこでやっと老いのキムタク、ええ、そうなんだ、やらせていただきます、楽しみだな、でも自分で入れちゃうんだキムタク、いやもう演出入れちゃったね、でもちょっとそういうとこあるけどね、昔からちょっと失敗しちゃうとこあるじゃん、スーザン・ボイルさんにさ英語で話しかけて、はい、全然通じへんかったみたいな、さスーザン・ボイルがさダメなんだよみたいなさ、信者だから抜き出信者だもん、そんなあったよ、はあ、すごいな、だって全盛期なんて、うん、そのフレンドパークでベース音が流れてて、あー夏、
ベース音、はい、最初さ、全部がなんつうかさ、ボタンに囲まれたさ、はい、空間に入ってってさ、はい、ベース音が流れる中さ、はい、あの、そうそうそう、光ったところを覚えて叩いて、はいはいはい、なんかそのゲームはみたいな見たことあるんです、はい、ベベベベドゥ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 ペン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 てんてんみたいな、なんかうまくいくとこうなんだけど、わけわかんないとベース音だけでペンペンペンみたいなので、下手なやつがやるとそうなっちゃうみたいので、全盛期の木村くんはそれなんか誰かが2個ぐらいしかなんなかったの、ペンペンっつって。でもそれクリアできないとダメって時に、ちょ待ってっつって、あやっぱ言うんだそういう感じ。ベース音をベース音を復唱し始めて、ララ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 ラ、なんとかっつった、正解したの。かっけーベースベースくせえっつったんだ俺、ほんとにイカ様くせえと思ったんだから。いや、イカ様意味ねえじゃん、このゲームの。だって今日ベースベースから視線を想像して当てちゃってる。なんとかっつって、お腹すんの、お腹すんの。